はい、赤木豊です。はい、高校生です。はい、そっちもあったんだ。はい、今回ですね、はい、前回コメント振り返った時に来てたコメントの一つで、セパの前12球団やったじゃないですか、ドラフトっていうかその、はい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 、ありましたね。あれの今回はですね、セリーグとパリーグ両方分けてベストナイン作ってくださいっていう。なるほど、いいね。なんか拾ってそれをこう出すっていう、常に還元還元ですから。もうセリーグ編からいこうかなと。なるほど、はい、スターティングメンバーを作ってみようみたいな。そうですね、ちょうどオールスターはセパみたいな感じで。これは日本人だけでいきたいよね。ああ、まあ日本人限定でしょうか。限定でいい、はい、簡単だよね。おお、セリーグは。いや、それはさ、来ちゃった。そりゃもう、せーのって言います。はい、せーの、スガノ。はい、いや、まあまあ、あれだけやってますか。あれだけやってるんだ。打順も決めましょうか。打順だったら、もうピッチャー選んだ時点でもう9番。そうですね、9番ピッチャーする。これはもう出たんだね。キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー難しいぞ。これはもう頭の中で打たれてる。あ、ありますか。まあ、でも僕やっぱ前回も僕言わせていただきましたけども、あの、小林誠二選手、まあ、スガノ投手ともこうやってますんで。むずいな。小林誠司選手、ちょっと相澤選手とちょっと悩んで。相澤選手結構やっぱ打てるところがよくある。どうでしょう。じゃあ相澤選手いきます。おお、マジっすか。まあ確かにキャッチャーとしての能力っていうのは高いと思う。はい、肩もいいし、はい、基本はやっぱ打てないとさ、そこでストップしちゃう。日本代表の時見ました、ラッキーボーイとして。あれやっぱ選ばれた時は強い可能性ありますから。まあ可能性の話ですけど。どこにセリーグが単独チームで向かうんだろうな。意気込みは常に全力ですからね。意気込みは買う。意気込みは買うっていうのはよくあることだ。実力的には俺は相澤だ。まあ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 、相澤は8番。8番しますね。相澤選手は僕も納得ですね。8番相澤選手で。はい、次じゃあファーストいきます。はい、ファーストはどうしようかな。もう1人しかいないんでしょ。マジっすか。マジだよ。カラオケボックスで音漏れるんだ。まあやっぱそうですね、そういう場所ですよ。俺もです。はい、みそさんもどう。おっ、出た、いきますか。まあいいじゃあ、阿部慎之助選手。ああ、まあそれはありかも。でも、まあ巨人にまた寄っちゃうんですけど。いやパッと考えた途中、阿部さんですかね。あ、俺は岡本。ああ、まあ、そっか。巨人の4番だよ、今。成長も兼ねてというか、期待も込めてというか、まあそういうことで、俺は岡本を選んだ。慎之助もいいよ。いろんなこと総合したら阿部慎之助。でも今の現状どうなんだっていう感じ。やっぱ俺は岡本を入れてあげたいなと思って。うん、どうだ。岡本選手ですね。いいね。今日は負けちゃダメだ、俺。そうだ、負けちゃダメだけど、今は負けました。そうですね。岡本選手何番でいきましょうか。まあ7番だね。7番でいきましょうか。セカンドいきましょうか。これはでももう、もう山田選手かな。うん、そうですね。お前ら、なんかこの前の参考になってる。いやもう本当に、いやあれだけ口がもったいないけども。いや、もちろんそうですよ。もちろんもう山田哲人。そうですね。何番でしょ。むずいっすね。1番から。1番でいいですか。一番に哲人来たら怖い。怖いっすね。サンビッシュ。サンビッシュ。あ、これもだって、これも鉄板だよ。鉄板でいいんじゃないですか。せーの、宮崎選手。これはまあでも間違いないです。間違いない。はい、まあ6番ですかね。サードは宮崎選手。宮崎選手。ショートもせーの、坂本選手。これはもうね、もうできない。もういいや、言っていいですか。それでここで言わなかったらおかしいですよ。まあでもこれはでももう皆さんもまあいろいろあると思いますけど、まあやっぱ多いんじゃないですか、そういう意見は。これを3番じゃないですかね。で、次じゃもうここから外野になるわけですね。じゃあレフトしよう。でも4番がいないじゃない。そしたらせーの、すごい選手。あ、もうこれ決まるじゃない。そうですね、これはもう鉄板。これは鉄板ですわ。あと2番と5番。これは2番は俺難しいと思うから5番からちょっと待ってください。わかりました。あー、これ5番言えなかったらお前全く覚えてないってことだよ。はい、僕がですか。な、多分あの人だと思います。いや、多分あれだと思います。せーの、マンキセイヤ。はい、お前何したの。はい、マツか、マル。いや、鈴木セイヤ。まあ、鈴木セイヤ選手は確かに。今度2番。2番はこれ難しい。
これで分かれますかね。俺候補が2人いるんだよ。いや2番だからって2番の働きという感じじゃないよ。で行くかそれとも総合力で行って2番しかないなっていうところをこう打たすか。これを例えば坂本を2番に上げるで3番が空く、はい、3番が空いたらまたちょっと違 う俺が選ぶ選手は。なるほど。でも2番を上げたから誰かという自分2番だったら多分自分はあの選手。じゃあどこの選手？中日。ああ、まあ僕は名古屋出身だからな。まあ浮かびましたもん。いやもう広島って言いたいね。まあ同級生、まあ、同級生ですね。そしてもうこれね考えてる風でね頭の中空っぽだから、ね。いや何言ってんすか。もうちょくちょくなってる。いいか1番から2番飛ばして9番まで決まった、はい、この中で坂本っていうのはリーダーにもなれるよ、うん、だけどなんかもう一人こうベテランみたいな坂本が楽になるような選手を入れたくない。ああそうですか。俺はこの中だったら坂本隼人がリーダーだと思って。俺が監督だったらそうだよ、うん、でも坂本をもう少し楽にしてやりたいじゃん。やっぱショート守り3番も打ちって言ったらさ一人なんかこうバッとしたの入れたくない、うん、ってなるとやっぱりあの人。でも外野別それでいじっても大丈夫です。あ、ポジション。いや、それはポジションはいじってもいいけどさ。まあ福留さんとか。まあ閉まるか。まあ2番ではないかもしれないですね。なるほど。自分も大島。大島ね。大島なんで。いや僕でも話いいんですけど糸井選手は出てました。俺は青木。あー。まあお前のそのまあまあまあというのは俺気に入らないな。やっぱメジャーも経験し最初のスタートっていうのは他人がちょっとね取りづらく日本人と外国人が違うから。だけどここに来てロッと来てるよ青木は、はい、で2番に固定されてチャンスを広げ俺は青木がいると坂本が楽だと思う。なるほど。あのグーの音も出ないっす。裏回転大変だなっていう。いやくださっても結構だからまあそのどんな野球をやりたいかによってまたメンバーっていうのは全然違うし、はい、誰も違うしね、うん、皆さんもねどう考えるか楽しんでください、はい。